はい、今回昨日発表された新型クラウンのカスタマイズカーのモデスタのパーツと GR パーツが判明したんで、各パーツと価格の方ですね、チェックしていって、モデスタの方からで堂々たる輝きをまとった至高の存在、ブリリアントフォース、素晴らしい力で、エアロパーツセット1点、2点、3点、4点、5点で、塗装済みが42万2400円、素地が37万6200円。で、クールシャインキット、これは3点ですね。まあ、これだけも十分かっこいいですけどね、8万8000円で。で、こいつの場合、フロントスポイラーが、塗装済みが8万8000円、素地が7万7000円。材質が樹脂、ポリプロピレン×メッキー。で、サイドスカート、塗装済みが9万6800円で、素地が8万4700円。材質が樹脂、ポリプロピレンで、ギアスカートが、塗装済みが9万200円で、素地が7万9200円。まあ同じですね、材質。カラードフェンダーが塗装済みが11万、素地が9万7900円。樹脂製で、サイドドアガーニッシュ。37,400円、これメッキの部分ですね、樹脂×メッキ、樹脂でも ABS 37,400円で、8点目、フロントグリルガーニッシュ上の部分ですね、33,000円メッキで、ミラーガーニッシュ17,600円、まあ、シルバーのアクセントが入って、樹脂 ABSかけるメッキ、塗装済み設定色プレシャスホワイトパールとブラックで、で他の外装関係のパーツもあったんで、でこれは20インチアルミホイールかけるタイヤセット、モデスタのウィングダンサーミシュランプライマシー46万2000円で、アルミホイールだけが28万6000円で、ドアハンドルプロテクター、これはフロントとリア2枚ずつ、フィルムより安いんですよね、フィルムだと9800円ぐらいだったと思うんで、ブラックとシルバーがあって6600円、セキュリティ付きナンバープレートボルトがあって6050円で、サンシェード13200円で、 IR カットフィルム、赤外線カットフィルムで、まあ、スモークとダークスモークがあって16500円、スマートクッション等と、まあ、腰掛けにもなって収納ボックスにもなって耐久性もあるみたいで、人気のオプションみたいですね、9900円、まあ、他の車種と同じやつですね。容量17リッターなんで、2リッターのペットボトル8本入って10キロまで耐えれるみたいですね。で、 GR パーツ、ボギッシュエアロダイナミックス、 GR パーツの方で華麗でしなやかな空力造形の追求、 GR エアロパーセット、フロントサイドリアで、これはトランク部分ですね、塗装済み32万4500円、素地が29万400円、こいつの場合 GR フロントスポイラー、塗装済み93500円、素地が82500円、樹脂 ABS、 GR サイドスカート、塗装済み96800円、素地が84700円で、樹脂 ABS、まあ、GR の方も他の車種と比べても特段高いというような価格帯ではなくて、GR ギアバンパースポイラーが塗装済み95700円、素地が84700円で、樹脂のポリプロピレンで、 GR ギアトランクスポイラー38500円で、ブラックのみなんですね、樹脂 PPE で、 GR20 インチ鋳造アルミホイールタイヤセット、これもミシュランプライマシーモデスタと一緒ですね、484000円で、アルミホイールだけが308000円で、パフォーマンスダンパー、
快適性と操縦安定性を高次元で両立、上質な橋を実現って書いてますね。フロント1本で 49,500円、 GR ドアスタビライザー 33,000円、スチール樹脂製で、でドアハンドルプロテクター GR 専用 6,600円で、キーカバーが GR パーツ 14,300円で、その他で TZ、膝上パソコンテーブル5918円、これ便利ですね。専用設計ですし安定感があって、でシートバッグの収納部分ですね、きちんと収納できて、収納ポケットですね。でビーズクッション、これは流動性の高いビーズが様々な姿勢にフィットし、より快適な室内空間をもたらしますところで、腰の部分とかですかね、まあ、クッションで5170円、こう2つの場合同じですね、1340円×2なんで、ドアレコ TZDR210 前後タイプで44220円、解像度どうなんすかね。フロント136度、ギアが130度、200万画素数まあまあですね。あ、ギアも200万だったらギアが和画質いいですね。360度なんで、まあ内装も撮影できるやつが、これが7180円、360度に関しては360万画素数なんですね。 2.7 インチ、駐車時録画機能、 G センサー、こっちの方もそうですね、まあ機能的に見たら純正品にしてはコスパいいですね。前後方3カメラ、まあこれもフロントリア車内カメラで、360度ではなくて車内はもう固定されてますけどね。49830円、まあそれぐらいですかね。他に関してはもまた見積もり動画の方で紹介するんで、はい、今回トヨタ新型クラウンのカスタマイズカーのモデスタのパーツ、 GR パーツで TZ のパーツについて紹介しました。